皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年10月の24日、13時13分です、テキサスレンジャーズの皆さん、リーグ優勝おめでとうございます。ワールドシリーズ本番、まあ私の方でも取り組みたいところではあるんですが、まだ試合時間がちょっとよくわからないので、夜中とか明け方だと、まあちょっと難しい部分はあるんですけども、まあ対応できたら対応しようとは思っています。まあその辺のところ、まあアメリカの皆さんの方で日本時間にある程度時間を合わせていただけたら対応しやすいなというところは正直あります。まあその頃こちらも阪神タイガースの日本一がかかってますので、そこを全力でちょっと取り組みたいので、まあどちらも重要なんですけども、まあ他にもサッカーチームでヴィッセル神戸というチームが日本にあるんですけども、まあそこは今首位で、今シーズン、ずっと優勝狙いで、進めてきました。で、まあ多数いろんなことを同時進行で行ってるんですが、本日、日本時間で日付が変わるぐらいの頃に、まあ良い内容のものの、YouTube が私の方からアップロードされます。まあ大谷翔平選手のその通訳の水谷さんの方は多分着信履歴が来るようにしてくれてるとは思いますので、まあ来てなかったあれですので、まあマスコミの皆さんから、お伝えしていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあエネルギーの残存量問題でだいぶ解決の見通しは、かなり、ついてる部分は、この間、琵琶湖を撮影しに行って、はっきりしました。まあアメリカは国土面積広いので、ほとんどの電力を、水力で、私も提唱する河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電で、発電、ほとんどの電力を賄うことができると思います。電気自動車化プラスで考えても、まあロシアはまず間違いないですね。冬は、河川が凍るんですけども、その下で水は、流れてるんですよ、ほとんどのところが。で、国土面積に対しての人口ですから、まあ電力を近隣の国に売るぐらい余裕は出てくるかとは思います。まあそういった意味で皆さん将来の不安っていうものが、もう最近までね、私もずっと多くの先々の人たちの命がかかってる問題ですとか、エネルギーの残存量問題、まあそこの見通しっていうものがしっかりと立ってない状態でしたので、まあ不安感はありましたね。だけどまあこの間その琵琶湖等へ撮影しに行った時に、まあそれらは払拭されました、方法のところで。あとは日本の大企業の皆さんと、この間琵琶湖撮影しに行った内側の河川の合流河川のところの場所で、どこまで、ギア比を上げていけば、最大、1秒間に何万キロワット発電できるのか、その実証実験っていうものをしっかりとできたら、まあ8割方見通しがつくと。まあ、こういうふうな状況ですね。とにもかくにも、レンジャーズの皆さん、優勝おめでとうございます。それと、まあ、私の方から一言申し上げることがあるとすれば、まあ、アストロズの皆さん、まあ、監督の方も、同意してくれましたので、まあ、点数、まあ、だいぶ、レンジャーズがリードしている状況だったんですけども、まあ、速報とかで、52分前の、動画とかで、まあ、試合終わったぐらいの、時間帯に確認したんですけども、
まあ、アストロズの監督も同意してくれていました。で、そのレンジャーズの皆さんに誤解していただきたくないんですけども、誰しもピッチャーってデッドボール出したくないんですよ。自分が小学生の時とか、ほとんどのプロ野球選手って、一回ピッチャーとか経験されたことある人ってたくさんいると思うんですね。で、その時に、自分は子供の頃とかに、軟式とか、もしくは硬式の野球ボールで、ピッチャーとしてマウンドに立った時に、相手の人にボールをぶつけてしまった時って、正直、気持ち落ち込むじゃないですか。で、意図的に当てる人なんかまずいないんですよ。で、阪神タイガースの試合の勝ち負けとかにずっと取り組んでるんですけども、例えば安全に対するお祈りをして、まあ効果っていうのは、かなりあります。これはサッカー界とか他のスポーツでも同じです。で、それを忘れていた時に、例えばオリンピックとかでも、例えばスノーボードの選手で、ちょっと危ない転倒、後頭部から、頭をぶつけるような、落ちるような形っていうものが発生したりだとか、そういったことはありました。で、スポーツに関して、もともとね、野球って、ある程度、どちらかというと危険なスポーツだと思うんですね。硬式ボールも使ってますし。僕としては、世界中プロ野球は軟式ボールにしてほしいんですけども、それだけで、怪我人の数は減りますから、絶対骨折者の数は。で、アストロズの、選手は、意図的に、デッドボールをね、レンジャーズの選手に投げたわけじゃないと思います。で、これ、スポーツの勝ち負けで取り組んでてね、はっきり分かってるんですけども、例えば、国際戦でね、フィギュアスケートで例えると、日本の選手が、試合の勝ち負けに取り組んでる、その時間帯に、もし私が笑っていたとしたら、その選手、ジャンプ失敗します。もうこれはっきりしてるんですよ。たとえテレビ見てなかったも、そういう現象発生しています。で、100% が僕のせいじゃなかったとしても、その現象は 50% 以上、僕の影響を受けての可能性があるんですよ。それはもう野球も同じで、例えば、まあ僕は阪神タイガース側で、いつも試合取りを行ってるんですけども、例えばね、ピッチャーを投げるときに気抜いてたりしたらね、もうストライク入らないんですよ。本当に。やっぱりしっかりと頭なんかを貸していたりしたら、ちゃんとストライクゾーンの際どいところとか変化球も申し分なくしっかりと曲がっていたりだとかコントロールできていたりだとかそういうふうなところはもうこれはもう間違いないんですよ。で、アストロズの選手のピッチャーを誰が担当していたりだとか誰が頭の中貸し上げていたりとかしていたんですかとかいう部分も正直あるんですよ。っていうのは正直ね、まあ、1日に、まあ、大体先発の人で100球ぐらい投げるわけじゃないですか。じゃあ、全部が全部ね、そんなに自分が思ったところを全部が投げ込めるかって言ったら、これ無理でしょ。本当のこと言うと。だから、その辺のところでね、レンジャーズの皆さんと、まあ、アストロズの皆さん、まあ、和解していただきたいなっていうところはあります。一応まあ、アストロズというチームも、もともとワールドシリーズが優勝なかったから、まあ、後近年、ね、まあ私の方でも、アストロズが優勝するべきであるということで、まあ、対応してましたのでね、両チームどちらも気合いにはなれませんし、アメリカの大リーグでとにかく広めてほしいのは、誰もピッチャーってデッドボールなんか出したくないんですよ、本当に。で、日本では、まあそういうことをね、プロ野球業界でしっかりと広めて、私が子供の頃とか違いましたよ。やっぱりデッドボールとかしたら、乱闘騒ぎとかありました。だけども、それは法律で
いや違うよと、それは暴行事件ですよって、それは違いますよっていうことをお伝えしてきて、あとスポーツの勝ち負けとか神がかり的な力とかの作用とかを教えて、で今はどうなってるかって言ったら、例えば投げミスでね、こうデッドボールとか出してしまった場合、例えば佐々木朗希投手っていう、まあ、日本人のピッチャーがいるんですけども、160キロ以上のボールを、投げます。で、彼なんかはデッドボールを、まあまあ、ワンシーズンやっぱり長いですから、ごくたまに発生します。で、その時に、試合終わってからね、相手チームのその当ててしまった選手に、まあ、お菓子を、菓子折りを持って、謝罪に行ったりだとか、まあ、そういうようなことをしてるんですよ。で、まあ、そういうような部分も、メジャーリーグでも取り入れていただいたらどうかなって思うんですよね。これね、自然と、阪神タイガースの試合でも VTR で見てもらったら分かると思うんですけども、例えば、クライマックスシリーズ、1位阪神、2位広島というチームで、クライマックスシリーズ試合をしてたんですけども、例えば、森下っていう阪神タイガースの選手が、2試合目か3試合目だったと思うんですけども、内角高めのボールを、まあ、振りに行こうとして、それがまあ顔付近を通過するボールでね、こう思わずこうのけぞって倒れ込むようなシーンがあったんですけども、同じようなことがね、相手チームにもその裏かその次の回に発生してるんですよ。で、意図的に行ってるかっていうとそうじゃなくて、そういうことが発生したらルール法律で行っていて、法の下で平等で行っている以上、同じような現象が発生するんです。だからピッチャーに当てる意思とかそんなところに投げ込む意思全然ないんですよ。だけどもそういうことが自然として発生する。これが神がかり的な力であって、その辺のところを誤解してしまうと悪循環が発生するんですよ。だからその、胸元のデッドボールの話があって、その、2日前の試合、レンジャーズのチームがリードしてましたけども、スリーラン打たれて負けてるじゃないですか。だからその辺のところね、ワールドシリーズでも気をつけてください。相手ピッチャーはぶつける気がなかったと。ただしぶつけられたのはこちらだから被害者だよって。この試合はもう我々が勝ちに行くよっていう気持ちで試合に取り込んでほしいんです。それで勝てますから。阪神タイガースの広島との試合を見ていただいたら分かると思うんですけども、坂本選手、もう拮抗する試合だったんですけども、坂本選手がデッドボール当てられて、で、別に相手ピッチャーに何も喧嘩を売るようなことは言わないですよ。ただ、気合をね、表現していて、まあ、それはもう各個人でどう表現するかは、いいと思いますよ。ただ、もう、そういう試合でデッドボールなんか出したら、ルール法律でくぐっている以上、相手チームが、デッドボール発生させたチームが、ほぼ 100% で負けます。で、そこで乱闘騒ぎとかすると話が逆になっちゃうから、ややこしくなるんですよ。そこは何度か、こらえてください。そしたら自分たちに流れ来ますから。もうこれはもう何百試合、何千試合と取り行ってきて、もうはっきりしてるんです。ずっと同じ現象が起きてますから。世界中どこも同じなんです。これがルール法律で、電波でくくられてる世界であって、世界中の首脳の方たちとかでもね、電波とかで、まあ、怖い思いさせられたりとかね、そういうことはいろいろ証言上がっていて、ニュースでも放送されています。例えば、北朝鮮のキム・ジョンウンさん、まあ、アメリカでもね、多分、北朝鮮を今まで悪く言うような放送をテレビで放送していたところを見てしまった人たちいっぱいいると思うんですよ。けど、あれって何が起きてるかって言ったら、その昔の件でね、ヨンビョン島の砲撃で北朝鮮が悪い云々のところで国際司法裁判所とかで裁判の判決が出た場合、国連から脱退させられるんです。そしたらどうなってしまうかって言ったら、電波での、その国際司法裁判所でね、北朝鮮が悪いっていうことになってしまうと、その当時首脳だった人間じゃなかったと思うんですよ、キム・ジョンウンさん。その頃そのお父さんが首脳だったと思うんですね。その後を引き継いだ人間であったとしても、どんな攻撃を電波でされていたかって言ったら、
航空機が上空から急降下してきた爆音、そのとんでもない音、ジェット戦闘機とかは広島じゃない、長崎県の米軍基地を見に行ったことがありますので実際分かりました。ものすごい音します、ジェット戦闘機って。普通に離陸して、普通に着陸するときでも。で、その急降下するときを、するときの音を聞かされてるんですよ、キム・ジョンさん。で、アメリカはそんなところに飛行機飛ばしてない、領空侵犯なんかしてませんよっていうことをしっかりと発表してるんですけども、これ AI が勝手に自己判断とかで、そういうふうな攻撃を加えてしまってる可能性あるんですよ。電波で何か聞こえてきたとしても、できるだけ皆さん平常心でいてください。そこで崩される可能性がありますから、自分を。そして試合の行方っていうものが変わってしまう可能性がある。だから顕著な例で例えると、それが、2日前の、デッドボール云々のところで、最後スリーラン打たれて最終回に逆転されて、実際レンジャーズの方たちに負けてしまったじゃないですか。ああいうふうなことが発生するんですよ。そこ、もう気持ちとしてはね、もうデッドボール当たった時はそれはもう痛いのは痛いと思います。だけどもそこはこの試合もらったぞっていうぐらいの気持ちで、取り組んでいただきたい。相手に怒りの矛先を向けるんじゃなくて、君しくじったよって。そういう感覚でいいんですよ。法律で例えると、裁判所で例えると、自分が被害者だよって。相手ピッチャーがデッドボールを出してしまった以上、あなたが被告人ですよって。そういう考え方でいいんです。それでちゃんと流れきますから。まあ、こういうふうな内容、もし水谷さん、その、大谷翔平選手のね、通訳の水谷さんが、その内容を、このアップロードしてる内容をチェックできてなかったとしたら、日本のまあマスコミ人の方たちとかね、チェックしてもらって、まあ、メジャーリーグの人たちに、伝えていただけたらなと思います。で、こういう内容ね、自分のノートでしっかりとメモしておいてください。そうじゃなかったら、1年とか半年とか経ったら忘れちゃうですよ、ほとんどの人。それはものすごく重要な情報ですから、しっかりとメモしておく。まあ、その辺のところは、皆さん、しっかりと対応できていただけたらなと思います。皆さん、チャンネル登録と、僕は YouTube にアップロードしたときに着信通知が来るように設定のほどよろしくお願いいたします。あと、まあ、着信通知の設定がわからない方は、自分の身の回りの方に聞いたり、販売店の方たちに、聞きに行ってください。いろんな機種とか出てますんでね、販売店によっては、その機種はうちで取り扱ってないので、ちょっとわかりませんとか、そういうことになりますから。あとは、この YouTube 等で、私が記載している説明欄とか、読んでいただけたら、助かります。皆さん、私の、まあ、活動資金等もありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。いろんな河川の撮影しに行ったりするときに、やっぱり交通費、バカにならないんですよ、全然。すごい遠いところまで撮影しに行ったりしてますから。ですので、皆さんご協力していただけると助かります。一応、生活保護者の人間でも、手元に1万5000円ぐらいは、残りますから、何かちょっと働きに行ったりとかでね。そこから先は割合で、まあ、政府の方で徴収していく金額とかが、発生してくるんですけども。まあ、それでまあ、活動資金とかちょっと捻出できますんでね。皆さんご協力していただける方は、ご協力していただきたいなと思います。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。以上です。